鴨崎さんは杉並区にある古いアパートで一人暮らしをしていた。近隣とは特に付き合いもなく、隣にどんな人が住んでいるのかも知らなかったという。あれ？あんたひょっとして鴨崎とかいう人？あ、はい、そうですけど。どちら様ですか？隣の糸村だけど。ああ、お隣さん、こんにちは。っていうか、はじめましてですね。あのさ、あんまり文句は言いたくないんだけど、やめてくれないかな。え？やめる？何がですか？夜中に壁を引っかくのだよ。カリ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 、あの音がうるさくて夜中に起きちゃうんだよ。いや、壁なんて引っかいてないですよ。俺、比較的早く出る方だから、夜中には起きていないし、何かの間違いじゃないですか？いや、お宅に面している壁から聞こえるから、あなたしかいないんだよ。しかも毎晩だぞ。いい加減にしてくれ。いや、そんなこと言われても、本当にやってないし、とりあえずやめてくれ。大家にも言っとくから。それだけ言うと、その男は言ってしまった。だよ、マジでやってないのに。クレーマー気質の人か。隣にあんな人が住んでるなんて、なんか嫌だな。はっ、なんだ、隣のやつが壁を叩いたのか。うるせえって叩いてきたんだろうけど、俺寝てただろう。まったく、嫌がらせか。俺一度寝たらちょっとやそっとじゃ起きないのに、その俺が起きるくらい強く叩きやがって。まったく。ん？なんだこの音。壁を引っかく音だ。部屋の中から聞こえるぞ。奴が言ってたのはこの音のことだな。なんだろう、ネズミかな。古いアパートだからネズミとかいそうだしな。これは大家さんに報告しておいた方がいいな。そうすれば隣の奴にも連絡が行くだろうし、俺が音を立ててないこともわかるだろう。よかった、これで隣人トラブルも解決だ。音がする。ネズミ見えるところにいるのかな。え？壁の前に男の子が立っていた。え？子供？誰だ？その男の子は爪で壁を引っかいている。幽霊だ。この音、ネズミなんかじゃない。この子が出してるんだ。隣のやつ、毎晩毎晩って言ってたぞ。俺は寝ていて気づいてないけど、この子毎晩現れて壁を引っかいてるんだ。毎晩子供の幽霊が部屋に現れていた。そのことに鴨崎さんはゾッとした。どうしよう、とりあえず子供だし、そんなに悪い霊にも見えないし、話しかけてみようか。ねえ、僕、何やってるの？この中に、お母さんがいるの？あまりの恐怖に、鴨崎さんは気絶してしまった。は、まさか。昨日、確かに子供を見たよな。この中にお母さんがいるって。この壁、何が埋まってるんだろう。鴨崎さんはすぐにその部屋を引っ越したという。
登山を趣味にしている倉部さんがある山から下山していた時のこと。ああ、結構降ってるな。山の天気は変わりやすいって言うけど、こんなに降るなんて思わなかった。でもこんな場所があって助かったよ。すぐに下山しようと思ったけど、ここでもう少し雨が弱くなるのを待った方がいいな。しかし雨は一向に弱まる気配がなかった。ダメだ、雨止まないよ。もう日も落ちるし、今から動くのは危険だな。今晩はここで過ごして、明日は雨が上がったら下山するか。食料もあるしな。はぁ、夜10時か。相変わらず雨は降ってるし、何もすることがないな。もう寝ちゃおうか。え？洞窟の前を女性が通った。あの、こんな夜中に下山ですか？雨も降ってるし危ないですよ。とりあえずここで雨宿りした方がいいですよ。なんでこんな若い女の人が夜の山をふらふら歩いてるんだろう。なんでこんな夜中に下山してたんですか？でも懐中電灯とか持ってませんでしたよね。何か急いで下山する必要があったんですか？倉部さんはその女性にいろいろと話しかけたが、女性は全く喋ろうとしない。この人は全然喋らないな。まあこんな山の中で知らない男に話しかけられたから警戒してるんだろうけど。今回の登山一人なんですか？あ、一人じゃないんだ。他の人は？上で落石がありまして。あ、急に喋った。あ、そうなんだ。それで怪我人は出たんですか？また喋らない。まあ落石で誰かが怪我をして、それを知らせるために下山している最中なんだろうな。あんまり詳しいことを聞いてほしくなさそうだ。まあとりあえず明日までここにいた方がいいでしょう。私はもう寝ますので。倉部さんは眠りについた。ん？まさか。あれ、あの女の人いないや。雨も上がったみたいだし、もう出発したのかな。さて、じゃあ俺もそろそろ行くか。やっと降りてこれた。腹減ったな。今回の登山、まあ雨には降られたけど、いい寝場所も見つけられたし、全体的にはついてたかな。なあ、テレビ見て。あの山で落石事故あったみたいよ。あ、本当だ。あ、そういえば昨日の女の人も落石事故の話してたな。一緒に行った人が被害になったとか言ってたけど、その事故かな。全員ダメだったのか。若いのにかわいそうだな。え？倉部さんがテレビを見ると、大学生のパーティーが全員落石事故に巻き込まれ亡くなったというニュースが流れていた。その落石で全員即死だったという。そして公開された顔写真の中に昨夜の女性の顔があったそうだ。全員落石のあった昼時点で亡くなってる。ということは昨日の夜洞窟に来た時点で、あの女の人。倉部さんはしばらく山に登るのが怖かったという。今回は日本の怖い話をお送りしました。毎晩壁を引っかいている子供の幽霊。
そして落石で亡くなった女性の幽霊。実際真夜中に出会ってしまったら怖いかもしれませんね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。さらにメンバーシップに入ると特典満載でかなりお得です。